どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。まあ4月ももう後半になりまして、そう、僕最近あなたがこのチャンネルを見ていただいてるおかげで、こう4月らしい、そのイベントらしいことできてるんですよ。お花見を見ようとか、それまではもう一切そのイベントごととかをもう忘れて仕事に没頭していたので、なので本当にこうあなたがこのチャンネル見ていただいてありがたいんですけども、ピクニックっていうのをちょっとやってみたいなと思いまして、そう、ピクニック、どうですか、あなたやってますか最近ピクニック。この動画撮影してるのが4月の24日なんですけど、もうそろそろゴールデンウィークというものがやってきます。そうするともうどこ行っても人人人みたいな感じになっちゃうので、その直前の今にちょっとやってみたいなというふうに思います。はい。で、まあ僕は一応こうミニマリストとしてやらせていただいておりまして、で、まあミニマリストなピクニックをやるのであれば、もう全て現地調達っていう、それがめちゃくちゃ身軽だったりするんですけども、家で何か作ったものを持って行ってそこで食べるっていうのがちょっとピクニックかなというふうに僕個人的には思ってるので、ちょっと家でも何か作っていきたいなというふうに思ってます。まあで、今回せっかくピクニックをする、まあ遠出をするっていうことなので、ちょっとあることを僕試したいんです。ジューサーで作ったそのジュースを外にちょっと持ち歩きたいなっていうか、外でも飲みたいっていうのがあるんです。生のものを砕いてジューサーにして、それを1、2時間持ち歩くっていうことなんですけど、結構ハードル高いですよ。もうすぐ酸化しちゃってすぐ味が落ちちゃったりしますから、ってなった時にこちらをですねちょっといただいたんです。はい、こちらでございます。こういったものです、これ何かと言いますと、温かい飲み物と冷たい飲み物を同時に持ち運べる4種類の使い方があるんですね、のボトルらしいです。 NHK だったり読売テレビだったり、まあ、雑誌でもこういろいろ特集されてる、で、まあ、そういうなんかナイスなアイテムらしいです。そう、なので僕はこれ1個あればもうピクニック十分楽しめるんじゃないかなというふうに思ったので、ちょっとこれを使って今からピクニックに行きたいと思います。まあその前にちょっと料理をしましょう。ちょっとその前に買い出し行ってきます。ただいま。今日のメニューもまたゴーヤとバナナ、あとそこに、レモン汁、あとオリーブオイルを適量入れます。いや、美味しそう。よいしょ。おお、いい匂いですね。できました。じゃあ今からこれをこっちに移していきます。で、まずは上のこれをこうやって外して、これをここにドワーッと。うわ、めっちゃドロドロしてる。めっちゃドロしてる。もうちょっといける。じゃあこれでできたので、あとはこれをかぶせてと。で、今この下の部分にジュースを入れたので、このなんかちょっとレバーみたいなのがあるんですけど、これを青に持っていけば、まあこれでここには冷たいものが入ってますよっていうのが分かると。そう、実はちょっとこれを温めてまして、コーンスープなんですけども、めちゃくちゃいい匂いがしてます。そう、僕コーンスープ大好きでして、それをこの中に入れちゃいたいと思います。はい、今こんな感じで外してるんですけど、そこにこのコーンスープをトゥルトゥルトゥルー。うわ、美味しそう。うん、こんな感じかな。はい、で蓋をしてこっちにドッキングと。ドッキング片手じゃちょっとできない。で、さっきと同じように、こっちにはコーンスープが入っているので、温かいものですよっていうのが分かるということですね。このレバーちょっとやりにくいんですけど、で、今これ冷たいものと温かいものが今同時にあるんですけど、これ中がちょっと分断されてるんで熱が伝わりにくくて、温かいものと冷たいものを同時に持ち運べるってやつなんですけど、この中ですね、こっちにもなんか入れられるものがあるんで、せっかくなんで入れていきましょう。容器自体はすごいプラスチックで保温も何もないので、素焼きアーモンド入れました。素焼きアーモンド美味しいですよね。この中にパチッと入れてキュッと挟むと、まあ、最低3種類の料理は楽しめるので、うん、あ、これで十分、まあ1人分でしたらピクニック十分楽しめるの、これ1本だけで、ということで、あ、いいですね。ちょっと楽しみになってきました。じゃあ早速ちょっとこれで行ってみましょう。
みなとみらいの方に到着しました。ここに見えるのが、なんだっけ、観覧車です。じゃあ今からちょっとピクニックに適した公園に向かいたいと思います。おお、海だ。これを襲ってからもう2時間ぐらいはなんだかんだ経ってるので、僕もお腹は空いております。はい、なので楽しみですね。大丈夫かなこれ。はい、それでは今日はこちらでいただきたいと思います。いやー、この開放感ですよ。最高ですね。じゃあまずは一番この気になるあったかいところからいただきたいと思います。つまみがあるんで、ここをペッと開けてグイッと、はい、出します。さあ、この中にコーンスープが入ってますんで、いただきます。おお、あ、いや、普通にあったかい。おお、保温性バッチリでございます。すごい。じゃあ続きまして、こちらの冷たい方をいただきたいと思います。冷たい方はこうやって開けるタイプなんですよ。で、中にこういう口があって、はい、じゃあいただきます。あ、もう匂いがこのバナナレモンの感じで最高ですね。いただきます。そうだ、こっちはあの冷たいものじゃなくて単純に常温の食材を吸ったので、中に入ってるのも常温でした。うん、あ、でもめっちゃ美味しいです。うん、粘度が高すぎて全然降りてくれないので、ちょっとこれ開けましょう。はい、こんな感じで開けて、まあ、そうするとこんな感じで中身があるので、ごちそうさまです。ちょっとこの先端でもいただきましょう。例えばじゃあこうやってあったかい方を飲みたいってなった時に、下外せないんですよね。なんかこんな感じだし、なんか置きづらいしっていうので、なのでこうどっちか飲みたいってなった場合はこの状態で飲むっていう感じですよね。こうやって冷たい方をペッて取って、はいどうぞってあげて、で僕はあったかいもの飲むからみたいな、そういう感じでできればいいですけどね。いやー、気持ちいい。これぞピクニックですね。最後はこの中にこう真ん中ですね、ここにこうペッて取り出すところがあるので、素焼きアーモンドを入れました。はい、なので今からそれをちょっといただきたいと思います。いやー、これかなり使い勝手が良くていいですね。これ1個あれば十分ピクニックは楽しめたので、まあただちょっと最後にいまいちな点を言わせていただくと、あのデザインがチープです。この部分がもろにプラスチックだったり、この辺りもこれも多分何回か使っていくうちに塗装が剥げちゃうと思うんで、表面がめちゃくちゃプラスチックなので、そこがちょっともったいないなっていうのと、カラーリングももうちょっと高級感があったら、もっとなんかこういろんな人に楽しんで使えてもらえるんじゃないかななんて思いましたけども、温かいものと冷たいもの両方持ち歩けるっていうのがこれの、すごいいいとこだと思いますんで、はい、これ1であればテクニックはもう僕はできますね。はい、なのでこれから今年の夏とか今年の春はちょっとこれを持ち歩きながらテクニックいろんなところで楽しみたいと思います。はい、ということで今回もこの動画ちょっとでも面白かったで参考になりましたというでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。じゃあ今からはお散歩動画にしたいと思います。単純にお散歩ブログ動画ですので、興味のある方だけ最後までご覧ください。はい、じゃあ行きましょう。いやー、それにしてもこう浜風ってやっぱり風が強いですね。あ、風が強いって言っても僕の髪全然なびかないんで今、はい、風の強さ分からないと思いますけども、やっぱり今の気温的にもまだその20度ちょっとなので、動いててもそんなこう蒸し暑くならないですし、むしろなんかこう寒くもなく暑くもなくっていう感じで、ものすごいピクニック日和です。今最高です。まあ、でもこの動画を見ているあなたは僕の顔よりも横浜の風景を見たいと思っていると思うので、はい、バンバン映していきます。今こういうところを歩いています。みなとみらいのどこでしょう、ここどこでしょう、みなとみらいとしかわからないんですけど、ちょっと今からこの臨港パークというところに向かいたいと思います。あれ、人どこ行ったんだろう。逆になんか人がいなさすぎるのもちょっと寂しいですけど、いやー、いいですね。海いいですね。まあ今入ろうという気にはならないですけどね。久しぶりに見ましたねこれ。よいしょよいしょ。はい、こんな感じで、うわー、ここ古いな、年季入ってんな。直木版のことかな。海外の観光客の方は結構ちらほらいますね。いやー、ぜひ楽しんでてください。
まあ、ちなみにさっきから雨がポツポツ来たりしてるんですけども、まあ、そのおかげかもしれないですね。人がもうほとんどいないです。全然いないです。なので、まあ、すごい撮影がしやすいんですけども、そう、ちょっと末端に行ってみましょう。いや、お散歩楽しいですね。さっき栄養分補給したのでめっちゃ元気です。でもちょっとこの映画テレビ等の撮影が禁止されちゃってるので、そうですね、ちょっとやめていきましょう。はい、ということで、林口パークに着きました。ここさっきの場所よりも全然すごいですね。何この開放感、気持ちいい。何この開放感、めっちゃ気持ちいいんですけど。うわー、すごい気持ちいい。うわ、はい、こんな感じですね。まあ、こんな感じで撮影しますけど、いやー気持ちいいな。もうさっきから僕気持ちいい気持ちいいしか言ってないですけど、そう、本当にこうやったらもう僕あれどこにいるのみたいな、海の上いるのっていう感じですもんね。ちなみに今こうやって座ってますね。ここら辺でもこう綺麗な花がいっぱい咲いてます。で、ここが林口パークですね。まあ、その人がいないからいいとかそういう問題じゃないんですけど、まあ、ただやっぱそのすっきりしますよね、本当全体的に。そう、こっちは緑があって、こっちには海があるっていう。いやー、めっちゃ気持ちいいですね。ここは本当こういうところに朝来れたら最高ですよね。で、こういうところに来て、で、まあ、お昼だったりその帰りがけだったり休日はこういうところで待ったりするっていう、いいですね。それがしやすいとこって言ったらやっぱりこういったマンションだったり、こういったマンションだったりっていうところに住むということで、ちょっと住めるように仕事頑張ります。